三沢910月12日から1942年5月25日は、日本の教育者。広島高等師範学校教授を経て、和歌山県立海藻中学校校長、大阪府立高津中学校初代校長、大阪府立第12中学校校長事務取扱い、台北高等学校校長、成城高等学校校長、 ハルピン学院院長と多くの学校のトップを務めた。宮崎県小遊郡上江村の特農家、ミサーリッシンの次男として生まれ、第5高等学校法文化を経て、東京帝国大学哲学科を卒業。5校時代に、キリスト教に入信。1906年、マサチューセッツ州のクラーク大学心理学科の名誉、研究員となり、博士号を取得、博士論文。 現代の教育者たちとその理念は1909年に出版され、ニューヨークタイムズ誌でも紹介された。水彩講習所のドイツ語講師などを経て、1912年、広島高等師範学校教授に就任。広島講師附属中学校主事を務めた後、1915年、和歌山県立階層中学校校長となった。1918年、 新たに設立された大阪府立第11中学校の初代校長に就任。入試にメンタルテストを採用し、夏の白制服を霜降りにし、終身の授業では、英文現象を用いて自ら講義し、高技として、サッカーと剣道、淀川マラソンを採用、学年旅行に、富士登山、日本アルプス重奏、台湾、朝鮮、 満州旅行など数々の新規軸を実施して注目を集めた。1923年、校長訓示で自由と創造に言及。1924年に大阪府立中学として初めて女性教師3人を採用するなど対象デモクラシーの寄付の中で自由な校風を確立した。そのため、創立わずか数年で全国的に有名校化。 多くの見学者が訪れ、東の伊藤、西の三沢と称され、自由主義教育の象徴とされた。後に、NHK 連続テレビ小説、八歳先生に登場する上本町中学校長のモデルとなった。1925年、台北高等学校2代目校長として台湾に赴任。生活指導を担当する生徒間を廃止し、学校紛争を防止。 自由の金を、米国の農場から移設した。1929年、京都帝国大学学生課長に就任。1931年、成城学園に転じ、教育顧問を経て、成城高等学校校長になったが、学園紛争のため3ヶ月で辞任した。その後、神戸女学院の院長に誘われたが、受けなかった。1935年、旧満州に渡り、 ハルピン学院院長を務めたが、関東軍との折衝に限界を感じ、1938年、退任。1939年から、長男夫婦とリンゴ園を経営しながら、執筆活動に入った。1942年、脳一血のため64歳で死去。遺骨は、母大寺の方針寺に葬られた。台北高等学校歴代校長国立台湾、千安大学 ニューヨークブックアナウンスメンツ、ブックスプロミストバイトールストイスインバーン、ムーンスターバーグ、オンサイコセラピー、メニーニューノベルズ、ザ、ニューヨークタイムズ、マーチ20、1909、八歳先生大手、野田康弘、高津高校5期生同窓会ホームページ、ある一回生の思い出、かつべこさん、高津高校5期生同窓会ホームページ、AB 宮崎県三沢立新君、 全国特農家列で愛知県農会名43.4ありがとうございます。